何度も繰り返すドン。根拠はすでに前の病気で決まったごくわす。そようなより太政大臣三条公がご存知のはずごわす。申し上げます。朝鮮のことは今しばらく機会を待ちたいと私は思います。ないごてろ。貴公は朝鮮に談判に行くだけと申されるが、もしうまくいかなければ兵を動かさざるを得ん。戦になれば未だ未熟の内政は犠牲となりましょう。戦いながらでも内政は整えることはできる。大久保参議に尋ねる。貴公はどのように内政を改良されるお考えか。まず内務省を作るつもりです。それでその内務省の設置には今日から幾日かかります。さて50日。されば内務省ができれば大使派遣にご賛成なさるのですな。さればその内務省の設立を今日から50日とし、大久保参議にはその後大使を派遣するということにこの席でご同意なさればいかがか。そういうわけか。西郷さんに50日も待てもおん。ご一同に今一度申し上げる。大使派遣のことは前の病気ですでに決まっております。その病気がどういうものだったか私は不在だったので存ぜぬが。一蔵殿、そういうほんのこんの一言か。おの留守の間に決まったことは知らんちゅうとか。お忘れかもしれませんが、我らが不在中は国の重大事は一切決めぬという約束でござった。いや、2年もの留守に国事は何も決めるらしい。元来が無理難題じゃ。そげなもんは約束にはならん。なんと今になって約束が無理とは卑怯でござろう。卑怯じゃち。どっちが卑怯かは一同どん、おあんな己の胸に問うてみやぜ。今少し冷静になってもらえたか。おまんさは戦になって国が潰れてもよかとこわすか。おいは戦をしに行ったではないか。そんつもりでも戦になりゃもしれまん。そん時はよか。国は潰れても人が死に絶えるわけではなか。人は死んで死んで国を焼き尽くして、その中から生き残った者がもう一度新しか日本国を作ればよか。そいは暴論ごわす。何が暴論か。休憩にする。ともかくしばらく休憩を。そうやな、休憩にしようか。休憩の前に申し上げる。今大使派遣の儀が潰されるようでは、西郷隆盛今ん職にとどまっておるわけにはいきもん。私は恐ろして恐ろして。これはお清はな、何としても感情を表に出した方が負けでござる。西郷が負けたらどないになる。そうやな、辞職だけはさせたらあかん。あの西郷が辞職したら政府は潰れる。なるほど。
西郷が辞職すれば政府は潰れるかもしれません。しかし西郷の説を入れれば日本は潰れます。